寮生活のお楽しみは。今日のご飯、鶏肉のガーリックバター焼き、おしゃれミニ肉まん。おいしそう。絶賛成長期のアスリート山田桃子17歳が挑む競技、それが自然の地形を利用した起伏あるコースを走る種目、クロスカントリーだ。去年東アジアユース競技大会に日本代表として出場し見事優勝。陸上界が注目する驚異のスタミナランナー、その原点に迫る。人口およそ1万4000の福島県石川町。高校入学を機に実家の宇都宮からこの町に移り住んだ山田。今から朝練に行きます。行きます。山田が通うのは陸上部員およそ80名を抱える強豪校、石川高校。クロスカントリーで好成績を残すことができたのは、恵まれた環境がここにはあるからと松田監督は語る。ちっちゃい小高い山が何個かあるので、下りがあったり上りがあったりっていう形で、非常にこう練習するバリエーションは非常にたくさんあります。山々に囲まれた盆地の石川町。その自然環境を生かしてトレーニングに励み、スタミナをつけてきた。自分が練習してた栃木はこんな自然豊かなところじゃなかったので、なんか走り出した時は少しきつく感じました。アップダウンだったり、いつも練習しないようなコースだったので。宇都宮育ちの山田は石川町のこの道で鍛えられた。ここで暮らして3年、顔なじみの人たちもたくさんできた。あ、ももちゃんおかえり。こんにちは。頑張ってね。ありがとうございます。応援してたね、ずっと。ももちゃんの差し入れです。ちょっとだよ。これありがとうございます。石川町で多くの人と出会い学んだ山田はこの春卒業を迎える。大学進学します。名城だよね。はい、みんな応援してるからね。ほんと15ぐらいで来て親元離れてきてるんで、みんなで応援してます。すいません、ありがとうございます。山田桃子の地元魂は福島県石川町にもあった。山田桃子が大切にしている言葉は、最後まで諦めないです。レースや練習できつい場面がある中でも 100% の力を出せるように最後まで諦めないようにしています。